バレンタインのチョコ7個7個キョキョハロー YouTube 明けましてございます。ゼロフットサルパーク栄東の方に来ております。皆さんお呼びします。お願いします。しゃあ、どうどう、7個作ったってこと？なんでやねん、もらう側や。あげる側やろ。こんなちゃうねん俺。こんなんしてたじゃんお前。いやこれは普通に癖やん。かわいい癖。第41回あ負けたら即全国ランダム移動サッカー対決。あもういいね。ありがとうございます。うんぱありがとうね。最悪や。最悪ですよね。達也さんありがとうございますって言ってました。ありがとうございます。一人その感覚がおかしいわ。この緊張感がなかったら撮影は楽しくない。エロエロ撮影で飛んでんやから。飛んで飛んでさあ今回の対決なんですけども、え PK 対決。いやもうええよ一旦 PK。 はい、なのですが今回ゴールをバカでかくしてます。後ろにあるんですけども基本は入ります。そもそものサッカーの PK でさえキッカーがだいぶ有利なんですけども、うん、今回はさらにキッカーが有利なぐらいサイズをでかくしてるので、外した瞬間その人飛び終わり。えぐい。俺やん。こんなことないやろ。13くん、13やめてそれ。131キロ。おい言わんでやろ。今125。もう戻った。戻らんと大変やろ。いやほんまに1日で戻るぞ。どんなんかやん。あんま YouTuber やねんから体重の移す前に降りんなよ体重。いやじゃああれ見やすくするためにPK ってな、あれ先行ここどっちが有利やろな。PK ってさね、PK って先行が6割で、6割有利だ。でもね、PK って残酷だよ。そうだよね、残酷だよ、残酷な競技だよ、スポーツだよ。そうだよね、だってどちらかが外さない限り終わらない競技だぜ。そうだよね、だったら PK ってね、楽した方がいいぜ。そうだよね。楽したんかよ。すいません、ありがとうございます。はい、でもあれですもんね、僕らは普段からサッカーの選手たちですからね。選手たちと共に、スタッフと共に、我々が一致団結をして栄養士さんだったり放送員さん、そして体育員さん含め、こう日本国民でサッカーファミリーで全員で戦うということを、ただその中でこううまくいかないこともありつつも、我々の力を持って戦いに行くこと、そして次アジアへ向けてやること、世界へ向けて戦うよ。ありがとうございます。もやさん、ありがとうございます。キーパーは、ジュングリミッキーです。キッカー、キーパー、キッカー、キーパー、後ろ並び、キッカー、キーパー、後ろ並び。いや、これ順番命でしょ、マジで、余裕で、うん、俺の方見て言うな。なんでや、なんでやねん。じゃあ、俺がキーパーやったら絶対入るがな。どこがやねん。何がやねん。どっちもなんだ。勝った人からキッカーの順番を勝った人からキッカーの順番。それ意味あんのだから、それ。なんで最後にしたんや。絶対最後にしたんや。うん、あ、だからその回までいかんから。あ、なるほどね。マジ一発で終わる。全然ある、全然ある。確かに、ほんまに。1ターン目とかじゃないもんね。はい、1人目が外しゃ、1ターン目蹴ってないけど終わりですってことや。そうです。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これ、ショー。はい、これ、ショー。よーし。うわ、ちょっと、なんやねん、今の。え、パーからチョキ。ない。なんで入ってん。最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、これ、ショー。はい、これ、ショー。はい、これ、ショー。やめん。5番。最初はグー、じゃんけん、ぽい。よし、4番。ぽいってない。3。最初はグー、じゃんけん、ほい。2番。では、今から PK 対決いきましょう。一発目止めてもいい？2人キーパーや。止めてくれ、頼む。ちょっとあった、ほんまに。プレッシャーいく。まあでも広いからね、どっちにしろ。公式戦で外すよりやばいからね、全国に行くなんて。お金が飛ぶんやから。PK 外してね、いつもの PK より外していい。あら、駆け引きしてますね。ここに、こう。うわぁ。うわぁ。やっとんなぁ、どうした。ちょっと待って、一気に緊張してきた。もう。俺飛ぶ方決めてるから。どっちですか？でも僕得意なコースがあって、ここめっちゃ得意なんですよ。知らん。もう俺飛ぶコース決めてる。知らん。頼む、巻き飛んでくれ。音が鳴った瞬間飛ぶ。絶対こっちに蹴りますもん僕。オッケー。あ、ちなみに真ん中の棒当たってもせ、あのゴールですね。もう飛ぶ方決めてます。こっちに蹴ります。うわぁ、惜しい。今のは、今の、うわぁ、くっそ。今の入ったけど、正直自分の PK には覇気が感じられなかった。こたつか。これボール？ボール、うん、あれでいい？いや無理無理、それそれ。これこれこれ焼き肉、これ公式球。公式球。これ重いって。いやこれ公式球。それの方が軽い。重いって。これの方が重い。それの方が軽いってほんまに。マキは予想外のとこ飛ぶから、ボールじゃない方飛ぶの得意やから。で記事はその蹴った方。あ、うるさいうるさいうるさい。洗濯おばさんか。誰がやる？さっさと。
けるだけ。おう、これめっちゃ一気に緊張してくるな、これ。いやでもまあだいぶ広いからな。ウンパのの家ぐらい広いな。言うな住所ぐらい広いなと思って今。何を言うてんねん、例えが。間違えた。例えがわしの住所。神社の近くやろ、なんか。なんて？神社の近くやろ。言うな。おう、行きます。はい、記事もうええぞ、やってくれ。記事取れせんコーチ、キーパー取れせんコーチや。記事まあ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 ね。よし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 、これ止めてくれ、頼む。これ俺次はもう怖いわ。お、駆け引きやね。めっちゃラッキー。でもめっちゃラッキーや、これ右切られるやん。絶対届かんもん。ピッ、よっしゃ。うわぁ、取れたやろ。何してんねん。よっしゃ。うわぁ、え、どういう顔やねん。何やねんこれ。何それ。最悪や。いやだるいって。今行けた。飛ばんとってくれへん。飛ばんとってほしい。俺飛びたない。って言って真ん中ですか。真ん中。うわーうまい。うまい。普通にうまいね。あれはもう絶対無理や。うん。これさ、意外に狭なってきてない、どんどん。なってる。広かったのに、さっきまで。飛ぶ方決めてる、飛ぶ方決めてる、もう飛ぶ方決めてる。もう、駆け引きとかない。こっちや。絶対こっち。絶対にこっち。もう決めてるからね。音鳴った瞬間飛ぶからね。まだか。うわ、うまいなぁ。怖かった。あー、もう無理や。こっち上げとこう。巻きたの。開けるやつ意外と嫌だよ、これ。おい、おい、危ない、なんでやねんお前。危ない、危ない、なんでやねん。危ない、なんで記事ごときに避けてんねんお前。いやー、こんべーマジで足アウトサイド行ってた、絶対足。あ、怪我バリ長引いてた。怪我か、怪我ね。じゃほんまに危なかった今。おう、記事取れせんコーチやろ、キーパーの。真っ赤して、真っ赤そう。じゃあ行きます。そう、笛鳴ってからな。あ、さっき笛鳴ってなかったよ、ちなみに。今鳴った。同じ方蹴る？でも同じ方蹴る勇気ないよな。なんもないよな、同じ方蹴る勇気。うわぁ、すごい。でも結構駆け引きやな、やっぱこれは。マジか。早い早い、動くの早いよ。いやこれね、マジで先開けとくとね、さっきの基軸もそうやけど、やっぱちょっと嫌なんよ、ね、確かに嫌やな、あれ。で、直前でちょっと動くの。そう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 。それ迷うもんね。そう、ちょっと迷うよ。ねえ、みたいにね。ねえ。もうさすがにね、さすがにね、早すぎたね。全国行きたいらしいですよ。なんで行きたい、行ってくれ、頼む。ほんまに行きたい人が行く制度にせんもん。それただの旅行やから。あ、ちょっと、あ、書いた。うわうわ、うわうわ、うまい。これ怖っ。うまいな。めっちゃ怖いな。いやコース、これ思ってる怖いっすよ。てか誰もみんな優しいんで、インステップ振り抜かないですね。どう処分すか、ちなみに。こう真ん中ってきたから残ってるのは。これはちょっとでも当たりミスとかしたらあるよ。あるよ。うわー、ようあんな攻めるな。あんなキックよく蹴れるな。よし、もうここ止めよう。俺に任せて。任せた、任せるわ。なんか自分が嫌やからもう誰か止めるしかないんや。やられる前にやるしかねえんだ。セックスか。違うやろ。ワン、お前はなんなん。マッキーあかんわ。マッキーあかんわ。お前、マッキーが当たってるのがほんまミスマッチすぎるわ。これ良くない。3回目って見せて、同じとこ蹴れる勇気あるから。で、これはあると見せかけて逆に蹴るパターンですか。で、同じ方蹴るな。俺分かってんの。うわっ、うわっ、届かん。よしよし、いや大丈夫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 。すぐ蹴ってくる可能性ありますからね。いいよ。ちょっと前立って笛鳴らそう。なんでやんねん。心配もん。そんな心配おらん。それ鳴ってる。鳴りました。オッケー。鳴ってるもん。鳴ってます。うまいな。こいつは最後まで帰ってきよんな。うわっ、めっちゃアホのキーパー俺に。ごめんほんまにごめん。